こんにちは、セゲンです。今回は、また久しぶりに、1週間ぶりかな。また晴れたので、外でランチ食べてみたいと思います。で、今日はですね、ついに自分もデビューです。で、キャンパーさんの動画見ると出てくる、有名なスパイス、手に入れてみたので、使ってみたいと思います。それが、こちらです。よく、いろんなキャンパーさんの動画見るんですけども、出てきますよね。自分も、初めて買ってみたので。試してみたいと思います。クロセスパイスってやつですね。で、今回焼くのは、このクロセスパイスで、牛肉を焼いていきたいと思います。で、今回も、最近ハマってるこのアルコールストーブを使ってやっていきたいと思います。フライパンはこのスタイルですね。では、早速やっていきたいと思います。はい、では、着火していきたいと思います。ついにクロセスパイスデビューですね。楽しみですね。皆さん絶賛してますよね、このスパイス。自分は塩系の味が好きなんですけども、肉とかはちょっとこういったスパイスが初めて使ってみたいと思います。非常に楽しみです。はい、フライパンも温まってきたと思うんで、そろそろ焼いていきたいと思います。なんかちょっとフライパンに収まらないような気がしますね。はい、ギリギリ入りました。はい、この量で、1000円ぐらいの肉なんです。そこ、いい肉ではないんですけども、クロセスパイスに期待して買ってきた感じです。はい、肉を焼いています。まだちょっと時間かかりそうなんで、庭の周りの風景撮ってみたいと思います。だいぶ、もう、雪解けが始まってる感じですね。もうこんな感じで、地面が見えてきました。雪解けが近いです。じゃあ多分今回で最後の鎌倉チェックいきたいと思います。だいぶ雪がなくなりましたね。はい。この辺です。はい。完全に崩壊しました。最近暖かい日が続いてるのと雨が降ったりとかして完全に崩壊ですね。今年何回か、鎌倉で楽しめたので、良かったと思います。雪解けが近いです。そろそろ、自分の動画で、自転車、そろそろいろいろ整備していこうかなと思っています。それでは、また肉に戻りたいと思います。はい、だいぶ肉もいい感じに焼けてきたので、付け合わせも一緒に焼いておこうと思います。これも前回の余りですね。まだ冷凍庫に残ってたので。適当に焼いていきたいと思います。はい、だいぶいい感じなのでクロセスパイスで味をつけていきたいと思います。どれくらい入れればいいんでしょう。はい、とりあえず、肉の表面に全面に振ってみた感じです。
はい、ではいただいてみたいと思います。初黒瀬です。初黒瀬遭遇。もうちょっとかけてもいいような気がします。いや、うまいっすね、やっぱり。自分の中では使い分けができそうですね。ちょっと塩系が食べたいときはいつも使ってる、クレイジーソルトで、スパイス系の、まあこういった味を楽しみたいときはクロススパイスっていう感じで、選択肢が増えた感じです。うまいっすね。いや、最高っす。ということで、まだまだ肉があるのでちょっとゆっくり楽しみたいと思います。まあ、今回は、キャンパーさんご用達、まあ、クロセスパイス初遭遇ということで肉を焼いてみました。それでは世間でした。ありがとうございました。また。